おぼろ月の海です。物語を一つと歌を一つ、倉庫のマリア。自分は違う生き物になりかけている。一日に何度もこの言葉を思った秋の初め、マリアはその男を見かけた。大きな倉庫の奥で彼はうつむいていた。マリアと男の間には大きな長い棚があった。積み重なるフォトフレームの間から垣間見えた横顔はアポロの石膏像に似ていた。完璧で無機的だった。ただ彼を包む空気だけが物思いに震えていた。この秋マリアは肉体のネジが緩んだり割れたりするのを感じていた。体はもうじき今の形を保てなくなるだろう。変わり果てた体で生き続ける未来を思うと、恐怖はドロドロと指の間からこぼれ落ちた。形を失いつつあるマリアと完璧な形の男は棚を挟んで手のひらの中のものを見つめていた。冬のマリア、雪が降る頃、マリアと男は目が合うようになった。男の目は黒いダイヤモンドだった。二人は倉庫の棚を挟んで挨拶の代わりに数秒見つめ合った。その頃マリアのネジの緩みは顔立ちまで変え始めていた。年月が自分に与える変化を先延ばしにしたくて、マリアはよく眠るようになった。散りゆくマリア、桜が散る頃、マリアは初めて男の声を聞いた。棚の向こうからかすかに響く声。Sometimes I think I lose my mind. I thought I left my past behindI live my life and all I know is follow your dream and don't let go. No one can live for me. No one can see the things I see. I walk this road. No one can tell meHow to be? It's my destiny. 低くても空気をピンと弾いて、どこまでも振動する声だった。男の姿が見たかったけれど、その日棚にはフランスから届いた箱がぎっしりと並んで、棚の向こうを見ることはできなかった。夜、眠る前に聞きたい声。そんな夜はもう二度と来ないだろうけれど、私はもう今までとは違う生き物になるのだから。それからしばらくの間、男は現れなかった。マリアはたびたび黒いダイヤモンドの瞳を思い出した。秋のマリア、また巡ってきた秋の初めに、一番奥の棚の向こうに男の姿を見つけた。彼はその日もうつむいていた。それからささやきが聞こえた。言葉は聞き取れないが、声は光を揺らした。マリアは反射的に声をかけた。しばらく姿を見かけなくて寂しかったと告げた。彼女の言葉は倉庫の壁にぶつかった。マリアに気づいた
黒いダイヤモンドは大きく見開かれた。なぜ僕に話しかけるのかと男は言った。君には僕が何に見えるんだ。鋭い瞳に耐えられず、マリアは秘めた思いを全て告白してしまった。私のような年を取った女があなたのように美しい人にこんなことを言うのは迷惑だろうけれどと前置きをして、空気がはじけて男の姿は不意に見えなくなった。マリアは棚の向こうに走った。しかしそこには古いギターが一本あるだけだった。街が頬に触れて日没が足を緩まる。急ぎすぎた日の終わりに優しい歌が聞こえる。
ありがとうございます。はい、おぼろうずきむめさんにもう一度大きな拍手お願いします。